円以上。ここチューブ。皆さんこんにちは、花城ココアです。今日はスシローさんに行ってきました。スシローはね、店舗で食べるのが美味しいって言ったんですけど、大トロが100円で売られるっていうのを聞いて、いや、これは食べに行くしかないと思ったんですが、ちょっとね、お店で食べるのは怖かったので、テイクアウトしてきちゃいました。今回はね、大トロ10貫プラス、一皿100円以上で売られてるものを購入しました。全部高級なネタ。全部で22貫、そして、大きいエビフライも頼んだんですけど、この量で合計4946円になりました。普段じゃ食べられないお高いお寿司だから、ゆっくりとね、味わっていきたいと思います。お酒も用意しました。なので、お酒と一緒にお寿司を食べていきたいと思います。それでは、一皿300円以上のスシローのネタをいただきます。ここチューブ。ビールをいただきたいと思います。ふー、乾杯。美味しい。何回も見せちゃう。ふふふふふ。大トロいただきたいと思います。わー、見て。なんかね、ネタも大きいような気がする。輝いてる。いただきます。やば。こんなに甘いっけ。すごいネタが甘く感じる。美味しい。一瞬で溶けちゃった。じゃあ、またまた、大トロちゃん。噛んだらすぐに、ぶわっとね、溶けちゃう。変にね、脂っこいって感じじゃなく、トロ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 って感じ。おいしい。ああ、お酒が進んじゃうな。お酒飲みながらね、動画撮るの久しぶりな気がする。皆さんご存知の通り、うちにはおしゃれなグラスとかないから、もうね、このままいっちゃいます。ジャンボホタテ貝柱をいただきます。本当に大きい。これも1貫300円です。これ1貫で本当だったら6貫食べられるんですよ。そう思うと6貫分の価値ありますからね。やばいやばい。すごい。ちょっと待って、大トロよりも感動した。すっごいクリーミー、トロットロ。もう表面からトロットロなの。美味しい。やっぱこれだけ大きいとね、口の中がね、もろホタテの味。そういえばホタテってこんな味だったよねって思い出されました。1貫300円するだけあるわ。バクバク食べれませんね。じゃあ次は極上ののどぐろ炙りです。のどぐろ大好きなんですよね。美味しそう。噛む前から美味しい。やっぱ炙ってあるから表面の香ばしい感じと、のどぐろの美味しい甘みがギュッとね、引き締まって美味しい。のどぐろね、大好きなんだけど、炙ったの初めて食べたかもしれない。これどうしよう、お酒進みますね。夜中にね、編集したりとかゲームしたりとかするから、その時にお酒飲んじゃうとさ、やるのがだるくなっちゃったりとかするから飲まないようにしたんですけど、いやー、久しぶりに飲むと美味しい。今日この後編集しなきゃいけないんだけど、大丈夫かな。しかも今日ね、朝からダンスがあって、ダンスの練習をしてきて、スシローをテイクアウトで買ってきて今って感じなので、今お酒飲むでしょ。でこれ食べ終わったら多分もうすぐにね、編集が溜まってるから編集するのできるかな。やるかな、どうかな。特大エビフライっていうのがあったんで買ってみました。一皿500円です。こんなに大きいのなかなか見ないですよね。見てほら。じゃあタルタルをつけて食べよう。大きいから大味なのかなと思ったけど、すっごい美味しい。プリップリでね、こういうのって衣がメインで全然エビ入ってないじゃんとかあるじゃないですか。衣結構薄くて美味しい。これは美味しすぎる。尻尾も食べちゃおう。美味しい。いやー、これはね、大人も子供も大満足。あー、お酒に舞う、最高。今まだ時刻がね、15時なんですけど、まあ、明るいうちからこんな贅沢してね、もう最高ですよ。生ホッキ貝をいただきたいと思います。こちらは2貫で300円でした。どうでしょう。表面がすごい滑らか。スケートリンクみたいにツルッツル。噛むとコリッとするの。
うん、すごい美味しい。貝ならではって感じだね。国産の生車エビをいただきたいと思います。これも1貫300円。いただきます。うん、ブリンブリン、すごい肉厚。エビでさ、あんまり肉厚って感じないじゃないですか。でもすごい分厚くてブリンブリンです。全然生臭さとかもない。あとね、最後にね、口に残った後味がね、すごいエビのね、いい香りでね、ずっとね、口の中を満たしてくれてるの。ずっとこの口でいたい。次にエチゴビールののんびりふんわり白ビールっていうのをいただきたいと思います。すごいフルーティーで美味しい。あー、ホップを感じてすごい美味しいです。このね、車エビなんですけど、頭がね、揚げてあるのもついてくるんですよ。美味しそうじゃない？これこのまま食べていいんだよね。うわ、お味噌も入ってる。もうね、エビの旨味がね、頭にギュッと入ってて美味しい。で、噛んだ時はちょっとね、硬いかなと思ったんだけど、もうパリパリと食べられる。エビセンの原液って感じ。エビセンに原液ないか。でもとりあえずエビセンのね、濃いところをギュッてした感じ。美味しい。なんかね、大トロは口に入れた瞬間にまず大トロの旨味を感じて、大トロがね、すぐに溶けちゃうから最後にね、シャリが残っていくって感じ。口に入れます。大トロです。うーん、シャリって感じ。最後の最後まで風味は残ってるの。この余韻を残したシャリが美味しい。今回は出前じゃなくて予約をして店舗に取りに行ったんですけど、すっごい混んでた。あんな混んでたからやっぱテイクアウトにしてよかったです。じゃあ次はね、じゃーん、大切りアワビをいただきたいと思います。このアワビはね、2貫で300円でした。アワビ大好きなんで嬉しいです。うん、おいしい。全然硬くない。ちょうどいいね、コリコリ加減で全然硬くないの。すごい柔らかくて美味しい。ちゃんとね、アワビの独特の磯の香りっていうの、あれが残ってるしね。え、スシローでこれ食べられるのっていう感じ。これね、皆さんに初めて言うんですけど、私なんで今の旦那さんとね、結婚しようかって思ったかっていうとね、アワビを食べさせてくれたからなの。鉄板屋さんに連れてってくれて、すごい美味しいね、お肉とかも食べさせてくれたんですよ。メニューに直のアワビがあったんですよ。直ですよ、直。いくらかわからないの。お肉も何万もするお肉でね、もう高いから、いや、それ以上は申し訳ないから、アワビは食べるのいいよって言ったんだけど、いや、せっかくだから食べようって言ってくれて、アワビをね、食べさせてくれたの。そしたらね、もうね、そのアワビが美味しくて美味しくて、今までに食べたアワビの中で一番美味しくて、今思うとさ、すごい申し訳ないですよ。そう、いいとこ連れてってくれてるのにさ、そう思ってるの。え、なんで私この人と一緒に行かなきゃいけないんだろうって最初思ってたの。私今日アワビを食べるためにここに来たんだと思って、あー、今日一緒にご飯ついてきてよかったなって思ったの。そっから旦那さんに心を開いたじゃないけど、だからね、通称私アワビ婚だと思います。結局ね、だから私は食べるのが好きなんですよね。お酒が入ったから余計な話をしてしまった。じゃあね、次はね、本ズワイガニとカニ味噌をいただきたいと思います。この2点がセットです。300円でした。まんま乗ってんの。うん、生のカニ久しぶりに食べた。今日一瞬でなくなった。とろけるとかいうレベルじゃない、もうね、ジュレ。じゃあね、カニ味噌も、カニ味噌大好き。うん、すごいたっぷり乗ってたカニ味噌。最後までカニ味噌が残るって感じ。身も柔らかいしね。これで一通り食べた感じかな。こないださ、はま寿司最強って言ってたけど、やっぱスシローも最強ですね。はま寿司とスシローに付き合ってくださいって言われたら、どっちも選べないもん。世の中こんなに美味しいもので溢れてて本当に幸せ。一皿2貫の100円のね、お寿司も美味しいんですけど、やっぱ全然違いますね。最近私がやる食べ方なんですけど、反対にしてお醤油つけて、自分の舌にね、ネタをね、この状態で食べるの。お寿司職人の人がいたらね、怒られちゃうかもしれないんですけど、お寿司を反対にすることでね、一番最初にね、舌につくのがね、ネタになるんですよ。いやー、逆さま食い好きだな。ちょっとお下品かもしれないけど、まあ家だから許してください。ビールがね、あるうちにエビフライも食べてこう。お寿司食べてるとなんかね、揚げ物とかさ、あったかいの食べたくなりますよね。
エビフライとビールも飲み終わりました。じゃあ次はね、スパークリング酒っていうのをいただきたいと思います。多分ね、日本酒のスパークリングだと思う。今日ね、全部お酒は成城石井で買いました。なんかミオみたいな匂いがする。あ、美味しい。ミオよりも日本酒よりって感じ。ミオって結構ちょっと甘めにできてるけど、そこまでね、甘さがなくて、本当に日本酒をスパークリングしたっていう感じ。私好みです。あー、美味しい。これね、すごい飲みやすいけど、アルコール度数が 10.5 度もあるから、ちょっと気をつけないとね。お魚にはね、日本酒合いますね。のどぐろね、好きすぎてね、金沢でたくさん食べました。こちらも飲み終わりました。最後のお酒はスパークリングサングリア白です。白ワインね、お寿司に合うからね、どうかなと思って買ってみた。なんかグレープフルーツのいい香りがする。ジュースだなんか白ワインっていうか、まあサングリアだからか。ただね、度数 9.5% だから危ないですよ。美味しいけど、ちょっとね、甘いから、お寿司には合わなかったかも。大トロちゃん。スシローが好きです。ごちそうさまでした。ここチューブ。はい、ということで今日はスシローの一皿300円以上の商品を食べてみました。普段食べてるものよりも味がすごい濃厚だったりとか、ネタがね、大きかったりとかして、すっごい満足しました。たまにはね、こういった贅沢もいいんじゃないでしょうか。ぜひ皆さんもたまには奮発して300円のお寿司も食べてみてください。この動画が面白いと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。バイバーイ。ご主人様はスパワーの子供に甘い、中途半端な私はダメ、働きたくない、辛いよ世の中。じゃーん、大喜利